中牧正治は日本の元衆議院議員秘書、元プロレースラー、長野県上田市出身、さらば桑田ますみ、さらばプロ野球の著者として知られる。拓殖大学ではアメフト部に所属し、1979年に運動用具メーカーの角谷スポーツに入社、販売促進課に勤務した。1990年に出版した、さらば桑田ますみ、さらばプロ野球が、 ベストセラーとなり、1990年の単行本、ノンフィクション部門で年間売り上げ8位を記録した。後にプロレスラーに転校するため SWS の入団テストを受けたが、不合格となり、大仁田厚史率いる FMW に入団。1992年5月31日にターザン五島戦でデビュー。その後は WING。 岩ジャパン大日本プロレスとインディー団体を点々とし、画オデスマッチ等の流血の多い激しい試合を展開した。1997年1月4日には、新日本プロレスと大日本プロレスとの対抗戦において大日本の一員として、新日本プロレス、東京ドーム大会に参戦。ドームの大舞台で、長野正宏と対戦を実現させ、長野がゴング前に、 中巻を花道で襲撃、当時のメジャー団体のリングでは無縁の有志鉄線ボードを持ち込むケーキを作り、また時間は短いながらも仲、中巻長野の良さが互いに出た試合となり、ファン、関係者には評価が高かった。その後、参議院議員になった大似田の秘書となり、2003年12月22日にレスラーを引退した。2019年、久しぶりに、 表舞台に姿を現し、現在は議員秘書を引退して芸能事務所の顧問をしていることを明らかにした。事務所に所属する双子のアイドルユニット、アスキョウと共にプロレスリング01などのリングにたびたび登場している。2020年7月、プロレスリング01を運営する株式会社代行01の監査役に就任。ありがとうございます。